はい、ありがとうございます。先ほどまでは国際協力に興味を持ったきっかけからレバノンにどうつながっていったのかみたいなところをお話しいただいたんですけれども、はい、ここからはレバノンの魅力をお聞きしたいなと思ってまして、はい、蝶谷梅酒を経由でレバノンの方と知り合って、はい、そこからまず最初レバノンを好きになるっていうところまでちょっとお聞きしたいなと思ってて、なんでレバノンを好きになったんですか？よくしてくれる人がいたからかもしれない。そうですね、初めてレバノンに行って、はい、でなんか仲良くなった人が何人かいて、でメッセージやり取りとかして、今度長い休みがあるんだったらレバノン遊びにおいでよみたいな感じで言葉かけてくれる方たちがいて、人かもしれないですね。あ、そうなんですね。その方はレバノンの方ですよね、レバノン人の方です。で実際行かれたんですか、レバノンに？行ったんですよね。私もバカ正直というか、じゃあ夏休み行くよみたいな感じで行ったんですよね、はいはいはい、その時どういうコーディネートをしていただいたんですか？本当にもうお任せというか、チケットだけ取って日程決まってるので、で別に向こうからこの日はこれでとかって予定を別に送られてくるでもなく、まあ行ったら今日は何しようとか明日どこ行きたいとかっていう感じで。なるほど。それって仕事をされてる間で休暇取ってレバノンに行ったっちなんですよね、はい、どれぐらい最初は行かれてたんですか、レバノンに？1回に行った日数ですか、はい、多分5日とか。あ、そうなんですね。実際どういうスケジュールかちょっと聞いてみたいんですけど、1日目何されたんですか？でも本当にレバノン人ってスタートがすごい遅いんですよ、はいはい、お昼ご飯も本当12時過ぎてぐらいから食べ出すし、晩ご飯とか8時半に約束とか9時とかもざらにあって、いやお腹空いちゃう。そうなんですよ。あんまりこうなんかね食べさせたくないから、はい、食べてから来いみたいな感じだったなと思うぐらい本当スタート遅くて、はい、なので朝は割とゆっくり。そうなんですね、うん、じゃあお昼ご飯から結構夜ご飯にかけてが長そうなイメージあるんですけど、そんな感じなんですか？そうです。昼ご飯食べてで一旦解散して、でまた夜ご飯の時間に集合みたいな感じで、夜中までおしゃれして出かけて行って、クラブ行ったりとか。あ、そうなんですね。っていう感じでナイトライフがめちゃくちゃ充実してるんですよ、はい、あ、そうなんですね。本当にクラブミュージックとか世界で有名な方たちもレバノンに学びに行くって言われるぐらい、めちゃめちゃナイトライフ充実してて、クラブも最高にかっこいいんですよ。そうびっくりすると思います本当に。じゃあもう日本のクラブハウス、あ、もう日にならないと思います。そうなんだ。本当に嘘。もうクラブハウスがでかいんです。広いし、あとは地下に作られてて、でこう上がバーって地上が開いて、はい、上から例えばですけどなんか女体盛りが降りてくるイベントやったりとか、はいはいはい、ダンスとかもすごいかっこいいんですけど、はい、出し物とかもすごい面白いし、はい、じゃあもうクラブって言いつつもいろんなパフォーマンスがあるってことなんですね、それもなんか笑える感じじゃなくて本当かっこいいんですよ、めっちゃかっこいいんですよ。料金とかって入るのってどれくらいかかるんですか？私もちょっと出してもらってたわかんないですけど、え、でも50ドルとかかな。あ、そうなんだ、うん、まあでも日本とそんな変わんない感じなんですね、うん、高いと思います。1人飲んだりとかしたらなんだかんだでも100ドルは言うに。で、女の子の持ってるカバンがみんないつもちっちゃくて、いやそれ絶対財布入ってないよねみたいな感じで基本的にはやっぱり男性がご馳走する文化なので、女の子は多分手ぶらで行ってるんじゃないかなと思います。もう全然イメージ違いますね。あ、じゃあもうその5日間はほぼナイトクラブに行ってた感じなんですか？あ、若者たちは行くんですけど、まあ、大人たちも行く方もいるんですけど、もうバーを転々として夜遅くまでチーズとワインでこうしっぽり、はいはいはい、で葉巻きをするんですよね、はいはいはい、とかそういうシガーバーに行ったりとか、はい、じゃあもうシガーバーに行ったりクラブに行ったりして5日間を過ごした、そうですね。どっか旅行は行かなかったですか？あ、でいくつかよく観光のガイドブックに載っているような有名な場所もあるので、はいはいはい、昼間もし行きたいんだったら車出すから行ってきてみたいな感じで、はい、あ、そうなんですね、じゃあその5日間は結論で言うとレバノンを楽しめた感じなんですか？そうですね、もう初体験の連続ですもん。ハマキも吸ったことないし、日本でクラブも行ったことないし、はい、ちなみにその5日間の中で一番楽しかったことって覚えてます？すごいスピードで山道を走ったこと、はい、いや面白すぎるんだけど、ね、日本でこんなスピード出せないよねみたいな、すごいスピードで、はい、レバノンってすごい高低差の高い国で、はい、海抜も低いんですけど山もすごい低い山もあって、冬とかだと、まあ、スキーした後に泳げちゃうっていうぐらい、はいはいはい、上と下で気温も違うし、はい、山道をずっと走っていくんですけど、はい、夜だと車がほとんど少ないので、はい、そこをすごいスピードで、はい、ぐわーってめっちゃみんな運転うまいんですよ。うまいですね。走っていくのめちゃめちゃ気持ちいい。酔わなかったですか？酔わないです。いやすごいな。そうなんだ、ちなみに何キロぐらい体感で出てました？200と200で山道登るってすごいけどね。まあでも確かに日本ではできない感覚ですよね。そうですね。確かにそれはもうそっからレバノンのこと好きになりました。レバノンが好きってよりかはなんかまたその人たちに会いたくて行っちゃうみたいな感覚の方が近いかもしれない。そっか、レバノンの国っていうよりはその人たちが好きだったって感じなんですね。なるほど。ちなみに田中さんが考える魅力とかって何かあります？レバノンの魅力はでも本当いっぱいあって、まずご飯がめちゃめちゃ美味しいですよ。何が一番美味しいんですか？ま
まずレバノン料理っていうと、もう本当に種類が豊富なんですよね。日本料理もいっぱい種類があるじゃないですか、はい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 、だから毎日食べてても本当に飽きない、いろんな種類のものがあるので、うん、野菜とかチーズとかっていう動物性のものが多くないというか、はいはいはい、なのですごくヘルシーだし、でオリーブオイルが取れるんですよ、はいはいはい、地中海性気候なので、なのでオリーブオイルもすごく美味しいし、はい、野菜もよく育つので美味しくって、でお酒も安くて美味しい。なるほど。ちなみに田中さんが一番好きなレバノン料理って何ですか？ファラフェルっていう、もうね、名前がよく分かんない。もうファラフェルって、ファラフェルですよ、知らないですか？全然イメージつかない。もう何かが分かんないですもんね。ひよこ豆ってご存知ですか？まあ、聞いたことは確かにありますね、うん、あんま馴染みないですよね、はい、潰してでコロッケみたいにした、はい、お豆のコロッケなんですけど、それがすごく美味しいんです。それを揚げてるんですか？揚げてます。確かに美味しそうかもしれない。なんか昔ちっちゃい時って、はい、肉屋さん行くと唐揚げとかコロッケとか揚げてて、はい、その匂いに釣られて、確かに確かに、唐揚げ1個とかやりませんでした、うんうんうん、あんな感じで街中で売られてるんですよ、ファラフェル。そうなんですね。だから匂いで、あそこファラフェルっていう感じでファラフェルをサンドイッチにしてくれるんですけど、はい、クレープみたいな生地にコロッケ乗せて、あとトマトとか野菜を乗せて、でくるくるって巻いたラップサンド、はい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 、ファラフェルサンドがあるんですけど、それをよく買いに行くんですね、はいはい、土曜日の朝とかみんなそれを家族で食べたりするんですけど、はい、でそれラップサンド待ってる間に揚げてるファラフェル1個もらって食べながらサンドイッチできるの待つみたいな。あ、そうなんだ、うん、ちなみに味付けは何なんですか？味付けはクミンとかコリアンダーとか香辛料は入ってるんですけど、なるほどなるほど、日本で言うと練りごまのペーストみたいなのをかけるんです、ごまソースを。へえ、そうなんだ、はい、1個いくらぐらいなんですか、レバノンで買うと？私が行った時は、今すごくレバノン高騰してるのでこの金額じゃないと思うんですけど、はい、ラップサンドでサンドイッチ、うんうん、コロッケ3つぐらい入って 2.5 ドルとか。ああ、じゃあ250円ぐらい、ざっくり言うと、はい、そんぐらいなんですね。なるほど。じゃあ食事っていうのが一番レバノンの中でも魅力的なところだったんですね。そうですね。なんかあと聞くところによると、田中さんは新婚旅行でレバノンに行かれたっていうところだったんですけど、はいはい、実際新婚旅行レバノンってなかなか聞かないじゃないですか。そうですよね。どういう経緯でレバノンに行こうってなったんですか？私のさ、レバノン人の知り合いが結婚したんだったら一回連れてこいみたいなみんなでもお祝いもしたいし、はいはいはい、一緒においでよみたいな感じで言ってくれて、もうじゃあ行くみたいな形で、うん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 、で言ったら、よくわからないけど一緒に行けるんだったら大丈夫だよねみたいな感じで言ってくれたんですけど、うんうんうん、もう主人はめちゃめちゃ周りから止められてました。お前は死にに行くのかみたいな感じで新婚旅行でね、そうそうそうお祝い事なのに。そうなんですよ。で実際新婚旅行にはどれぐらいの期間行かれてたんですか？1週間ぐらい一緒にいて、で夫は先に帰って私はまた1週間ぐらいレバノンに残って本題そっちな可能性ありますよねなんならだって1週間とか短いじゃないですか、まあ、まあなので、まあ、仕事があったら先帰ってもらって、私はまた1週間ぐらい行って遅れて帰ったっていう感じ。実際に新婚旅行でレバノンってあんまり聞かないんで、どういうスケジュールで新婚旅行をされたのかなっていうところ気になるんですけど、どうなんですか？これ私の感覚だけかもしれないんですけど、レバノン人ってあんまり予定決めないんですよ。あ、そうなんですね。あと決めてもめっちゃ帰るんですよびっくりするんですけど、それ準備で行こうとしてるのに僕たち側はだから本当にちゃんとしてる日本人だとめっちゃイライラすると思うんですよ。例えば私のレバノン人の友達とかが日本に来て、はい、観光案内してあげたいなと思って、私も初めの頃は、うんうん、じゃあ今日は浅草行って明日大台場行って、うん、明後日は原宿行ってとか、はいはいはい、いろいろ決めるじゃないですか。でこんな感じで行こうねみたいな感じで言ってるんですけど、朝電話かかってきて、ごめん今起きたみたいな今日はちょっと原宿に行く気分じゃないみたいな、夜ご飯からでいいって言われて、はいはい、あ、OK みたいな、はい、で2日目もまたそうなるわけですよ。で、はい、2日目のご飯とかも全部決めて、これも食べさせてあげたい、これも食べさせてあげたい、うんうん、そしたら4時ぐらいでもかかってきて、はい、ちょっと今日は夕ご飯あれがいいんだけどみたいなすごいお刺身の美味しいお店を予約してても、いきなりお好み焼きとか言われるわけですよ。でこっからお好み焼きを頑張って探すみたいな感じで、はいはい、人が予定を変えることを何とも思わないし、で自分たちも予定をめちゃめちゃ変えてくるので、私たちが新婚旅行行った時 もう全然予定とか本当なくて、今日何したいみたいな、はいはいはい、あそこ行きたいんですけどって言ったら、はい、あ、じゃあどうぞアレンジするか行ってきてみたいな感じでそうなんですね。ちなみに観光旅行とかでどっかの街とかに行かれたんですか？そうですね、それこそオリーブが有名で取れる山の上に行ったりとか、当時雪が降っていたので本当に山を登ってって雪景色を楽しんだりとか、はい、レバノンの中ってパレスチナ人の難民キャンプがいくつかあるんですね。難民の方が住まれているキャンプがあるんですけれども、はい、そういうところに行ったりしました。あ、新婚旅行で難民キャンプ見に行ったんですねそうなんですよ。実際その1週間旦那さん行かれてて、なんて言ってました？レバノンのこと。絶対に今まで見ることのなかった世界をたくさん見て、すごく勉強になったというか、という感じで言ってくれてたかなと思います。きっかけがないといかない国ですね。そうですね。確かに。なんかさっき話聞いてると、物価が日本とあんま変わんないようなイメージをしてたんですけど。高いと思います。
え、そんなことあるんですか。いや、マンションとか本当に外から見たら、はい、うわーフルーみたいな感じで、はいはい、でも中入るとめちゃめちゃ広くてめっちゃきらびやかなんですけど、多分港区でマンション借りるのと同じぐらいするんですか。マジっすか。それは首都だけですか。首都だけなのかな。首都だけ、あの首都はベイルートです。ベイルートです。あ、そうなんですね。でもベイルートは中東のバリって呼ばれていたぐらい、はいはい、今でこそ中東の中心ドバイですけど、昔はレバノンだったんですよ。どの会社もレバノンのベイルートに支社を置いていたんです。それが中東戦争とかでいろいろややこしくなっていって、ドバイに取って代わられたんですけど、じゃあもうそういったところもあって、物価も高いけれども楽しめる部分もいっぱいあるっていうことがレバノンの魅力ってことなんですかね。ありがとうございます。じゃあレバノンの魅力はこれぐらいにして、次からはベイトレバノンの部分のお話をしていただこうかなっていうふうに考えております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。